サスペンスが好きなので、土曜ワイドって土曜の犯人疑われるみたいな役とか広瀬すずさんとか、人に気を気配るっていうのはいつも大事にしていることです。マイナビニュースをご覧の皆様、伊丹彩香です。マネージャーさんからお母さんに連絡があって、で学校から帰ってきて、お母さんと会った時に決まったらしいみたいな感じで聞いてみたいな、とってもびっくりしました。嬉しかったです。こういう歴史ある大会のなんか思い出の一部として自分がいるっていうのがとっても嬉しかったです。自分に合った仕事とかもやってみたいとは思っているんですけど、来た仕事に全力で向き合っていきたいなと思っています。ドラマとかで脇役とかでも全然いいので出演したいですまずはね、はい、どういう系のドラマやりたいとかってありますか？サスペンスが好きなので、サスペンスのちょっと犯人疑われるみたいな役とかやってみたいです小さい時から親もサスペンスが好きで、土曜ワイドって土曜のやったんですけど、それを録画して何回も見返してました応援したいって思う女優さんは広瀬すずさんとか、演技力もすごいですし、こういう会見での受け答えもYouTube とかを見ていてしっかりなさっていると思ってかっこいいなって思いました私の高校は高校3年間でクラス替えがないんですけど、まだ1年間で内向的な性格なのでこういう関係を築けなかったので、なんかみんなともっと仲良くしたいと思っていますなんか積極的に自分の好きな話とかダンスのこととかもそうですし、好きな子が多いので話していこうかなって思っています一番っていうと、なんかいっぱいありすぎて出てこないんですけど、人に気を気配るっていうのはいつも大事にしていることです。選手の皆さんに私の応援が届くように全力投球していきたいと思います。一緒に頑張りましょう。